ペンコンゲー家を探すのは本目、こちらをケッチャーが本気にしていきます。もうね、うまいね、うまいね。フレイバージャパンよ、フレイバージャパン TV。 はい、ということで始まっております、フレイバージャパン TV。 今回はですね、はい、企画ものやっていきたいと思うんですけども、ちょっとね、ゆうきくんの方からあの企画やってみたいっていう今要望があったんですよ。どれですか？どれですか？伝言ゲーム。はい、ビーボーイ伝言ゲーム。過去にね、石川屋の両フローとかと一緒にやったビーボーイの伝言ゲーム、簡単に説明しますと、最初にみんなが見てないです、後ろ向いてます、そして一人だけ見てていいです。で、あとは見ちゃいけないです。で、僕が一番手、リングゼロ、はい、で2番手は手伝う、こう、覚えてっていう動きをやったら記憶します。で、次の人がさあ、ゆうきさん、こんなやつよろしい？あー、オッケーオッケーっていう風に最後の人まで伝達していって、どんだけ再現できるかっていうのを検証していくゲームになっております。はい、はい、今回はね、僕を司会しながらこの4人にチャレンジしていただきたいと思います。だけどね、どうしようかな、誰が一番最初だったら面白いかなと。希望したゆうきくんから、じゃあ俺から行く。ゆうきが記憶した方が面白いんだろ。俺も記憶したいな、勝つなんですよ。じゃあ俺、何回かやってるから。あ、じゃあ小次郎が出題者で、そこからあとここじゃんけんして決めましょう。はい、じゃあ2番、最初はね、最初はね、最初はね、俺じゃあ2番。お、じゃあ一番最後に、まあ、俺が一番好きな方がいい。そうだね、先輩がどっかに絶対いるから。いや、大体ね。では、行きましょう。Ready? Start! B-Boy が探すのは1本目、こちらをスケッチャーがコピーしていきます。おー、おー、で、おい、おー、覚えやすい、ロック、あ、ちょっと待って、おー、おー、それはむずい、それはむずい、それは難しい、終了、これはむずいって覚えました。ちょっと待ってください、整理が、あ、いける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 、あ、覚えた、覚えましたと思う。できるかできるか。次は両スピン。はい、はい、じゃあこっちに。おー、緊張するね、これ。はい、2巡目、B ボーイ、鉄がこちらのムーブを再現します。あ、こういうことやりたかったなって想像するのもある。変えちゃっても、だからできなくても伝えれればいい。じゃあ、B ボーイ、鉄、レッツゴー。はいはい、あー、オッケーオッケー、あー、それね、あー、ちょっとイメージは分かるかも。おー、ということで、せっちゃん、伝言終了。うわー、緊張するね、なんか。はい、じゃあ、せっちゃんは後ろ向いてもらって、ゆうきがこっち来て、気を動かしたよ。いいわい、よすみん、再現スタート。よし、オッケー。音でなんか想像できる。これがうまくね。はい。あー、じゃあ、それで答え合わせをしていきたいと思います。では、よーい、ストップ。もうね、うまいね、うまいね。それ、辛いよ、辛いよ、俺ちょっと間違えたよ。なんた結構あったよね。はいはい、それは分かるね。それは分かる。で、あれ、あ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 
これがこのネタになっちゃう。だから敵キャラはでもちゃんとその後リバースヘイローしてチアトラ入れてたよちゃんと。要はチアロールやったの。これはチアロールやらずになんかフリーズこうやってやって終わって実際ここまでもちょっとね。で、ゆうか結構ここはちゃんと再現したの。いや、ここは正解でしょ。ここ大事だ、ここ。はい、ということでどうでしたでしょうか。再現率は何パーセントですか。50%だ。おお、でも結構いい方だと思うよこれは。じゃあもう一周いきますか。行きたい。すごい。じゃあもう一周やりましょう。最初はグーチョキポイ。はい、こうでしょ。最初からいきます。はい、こうでしょ。最初はグーチョキポイ。はい、こうでしょ。最初はグーチョキポイ。はい、こうでしょ。俺最後。はい、じゃあお客さん。じゃあまず一巡目、鉄がユキ見せてください。レイスタート。よろしくお願いします。レイバージャパン TV でした。またね。バイバーイ。